とにかく一番難しい質問、ものを作ってる人間にはね。でも、なぜ難しかったら、アートっていう概念がさ、よくわかんないわけだよ。これ人のためなのか、自分のためなのか、あるいは全然関係ないところにそういうふうな認識が飛んでるのか、とにかく一番よくわかんない。ただ僕が言えるのは、あるものを減らしていくということが重要です。あるものを減らしていく、あるいは無にしていくというのが僕の考えのアートの一番中心なのかな。だから、人間はどうしてもものがあることが非常に豊かと思うけども、僕はものがあるから豊かとは思わないんですよ。つまり、どんどん減らしていって、自分の周りに自分の考えることがなくなった時に一番最高だなというふうに思っています。だから、そのためにいろんなものを、つまり出してるわけですね。つまり出してるんですよ、こう作るってことは。出したものは途切れて、最後にすっかんかんだったという時には、僕の一番いい状況だと思っていますね。もうちょっと出るかもしれないけど、とりあえずはあるものを出していって無にしていくという状況を作りたいと願ってますね。